全双子古墳前、双子古墳は群馬県前橋市西大室町にある古墳。大室古墳群の一つ。主軸を北東70度に向けた前方公園墳で、墳球は全長94メートルの二段構築となっている。墳球の一部は地山を削り出して造成され、また上段のみに吹石が施されている。 墳丘の周囲は縦型で二重の堀が巡らされ、堀を入れた、長さは148メートルに達する。全双子古墳のすぐ北側に、中西古墳が隣接している。全双子古墳の主軸方向の延長線上400メートルには5世紀後半から6世紀、初頭の豪族巨漢跡である、梅木遺跡があり、全双子古墳の被葬者との関連を伺わせる。 大室古墳群は、明治政府による寮母探索の動きを受け、1878年3月に、前、双子古墳と後、双子古墳の石室が発見、開港された。この頃群馬県では、日本初期に、上付の君、下付の君の子祖とある、豊木入彦の命の寮母探索が県を挙げて、行われていた。その後、 1875年に前橋市の創者双子山古墳が両母参考地に事情されたが翌年解除された。これによりもう一度両母捜索が行われる過程で大室古墳群が発掘された。石室が開けられてから1ヶ月の後の4月に当時の県令名で区内京宛に前双子古墳を豊吉入彦の命の両母として上申されたが11月に 会員によって行われた調査では、決定的な根拠を核とされ、両母認定は失敗に終わった。両母指定はされなかったものの、展示品の展覧会では1年間で、日本中から5000人を超える見学者が訪れた。この調査により掘り出された出土品は、近くの神社の宝物殿で大切に保管され、現在は前橋市教育委員会に収蔵されている。 アーネスト佐藤3月初旬に大室を訪れ、全双子古墳の出土品のスケッチや測定を行っている。この時の調査内容は4月13日の日本アジア協会で発表し、その内容は日本アジア協会企業第8巻第3号に上野地方の古墳群として収録されている。この企業に石室内部の異物の湿度状況を非常にわかりやすくスケッチしているほか、 石室に塗られた赤色顔料やガラス玉のサンプルを持ち帰り、それぞれ酸化鉄と仮ガラスという化学分析の結果も報告している。これは日本で初めて行われた科学的分析として大変意義深いものである。大室公園も参照前、双子古墳の横穴式石室は天井石が欠損していたり、壁石が大きく傾いていたりと見学するには危険な状態となっていた。 そこで、整備にあたり、石室の解体と再度の組み立てという大規模な修復工事が行われることになった。この調査により、石室の構築方法が判明している。石室から出土した副装品は、送信具、武器、バグ、農工具、針状金具二重、末木、弾木と非常に充実した内容となっている。古墳墳町からは、円筒埴輪と家型、 太刀などの継承埴輪が見つかった。墳球一段目のテラスからは、岩見型埴輪と人物埴輪、外包みからは人物埴輪が出土している。円筒埴輪は墳球2340本ほどが樹立されていたと見られている。これらの副葬品には、朝鮮半島とのつながりを匂わせるものが多く、含まれている。針状金具は、 石室や棺を布幕で覆う際に使用したと想定されているが、九だらのブネ王領や京昌南道の昇格道1号墳でも同様の金具が見つかっている。また肖像付つけ筒型機台は日本ではほとんど例はないが、朝鮮半島では、白木の都、京州を中心に多数発見されている。岩見型埴庭は、ギズエや玉杖を模したものと考えられ、同じ形をした。 木製品が朝鮮半島の月経道1号分から出土している。ありがとうございます。